というところで、今日は外交直感タイプENTP と ENFP のお話なんですけども、前回が ESTP と ESFP、人生はゲームだっていう人と、人生は終わらないパーティーだよっていう楽しそうな人種だったんですけど、どっちも楽しそう。それはこの例えばのカーシー博士のセルフヘルプ術、今アマゾンで1万円超えで売っております。なんですけど、今日紹介させていただく、ESFP と ENTP、このカーシー博士のセルフヘルプ術でいうと、人生はドラマだっていう人と、大胆不敵なチャレンジャーなので、やっぱりちょっと楽しそうに、なんか人生を生きて謳歌しているような雰囲気はあります、そんな人たちの紹介でございますと、でこの方々主機能が NE ですね、NE なので、この白い、白い部分、NE ですね、で列島機能が SI なので、内向の感覚、SI、そうですね、が列島機能です、で MBTI への招待の抜粋でいきますと、外交直感の特徴としては、改革的で行動に移すことを重視してますと、活動的で熱意がある人ですと、順応的ですと、親しみやすく愉快な人です、制約にとらわれません、話すのが流暢です、テンポが速いです、これだけでなんかもう強者な感じがしますよね、で周囲にある可能性に関心を寄せる、まあ P の部分ですね、で会話の中で素早くアイデアを出す、新しい情報を素早く見つけます、自由に人との関係を展開します、多様な経験に惹かれる人です、議論に役立つアイデアを蓄えている強者です。あ、これは二等辺の感想ですね、楽しむことを好む態度や、どのようなことが起ころうとも積極的に関わっていくスタイルです、っていう、こんな方もストレスにさらされた場合としては、注意力散漫で衝動的、非現実的な期待を持ち、軽はずみで創造しくなるとあります、という方々僕の中ではもう羨ましいが出てくるんですけど、大将、この羨ましいの感覚わかんないですか？あんまり人を羨ましいとは思わない。またそこが羨ましいですね。僕が羨ましいと思うのは、多分物質的なとこですよ。お金を持ってるとか。そう。ああ、なるほど、なんか僕の中では、僕は僕に乗ってるじゃないですか。僕はいつもなんかこの愚鈍なハゲたモビルスーツが用意されてるんですよ。で考え方も、OS が決まってるんですよね。いや、この考え方しかしないので、いや先ほど紹介した、例えばそのどこでも順応できて、親しみやすくて愉快で、言葉が流暢で、なんか改革的でとか、熱意があって、っていう、モビルスーツに乗ってみたいんですよ。そういうロボットに乗りたい。でもこれは、パイロットの部分じゃないですか。違う、パイロットの部分なんですけど、なんかパイロットがなんかアップデートしたいんですよ。OS をアップデート。OS をアップデートしたいんです。でも常に僕はこの OS なんですよ。ずっと漢字トーク 7.5J を使ってるんですよ。この辺が多分古いんですよね。X 世代は。X 世代は。はい。なんて言うんですかね。今で言うとなんて言うんですかね。今で言うと。今 Windows いくつですか？僕も Windows 使ってないんで分かんないですけど、 Mac だと今何なんですかね。 Mac の OS だと今、ビッグサーって書いてあります。ビッグサー、僕多分マーベリックぐらいを使ってるんですよ。あ、ずっと。でもこれ新しいですよね。これはもう新しいやつです。っていうと僕はもうずっと古いのをずっと使ってる感じです。僕ずっとすぐアップデートして、すぐ不具合が出るんですよそれはそういう人たちかもしれないですね。そういう人たちかもしれないですね不具合が出る。不具合が出る、なんかこう使ってたデバイスが使えないとか出てくるじゃないですか。
そうなんですね、すぐアップデートしちゃうと、はい、だけどアップデートしたのを使いたくてしょうがないからすぐアップデートしちゃうんですよ、はい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 、でうわこのデバイス使えないみたいなあそっか社会でも結局そういう問題なんでしょうね、うんうんうん、要は古い人たちは、うん、わしが今まで使っとったやつがもう使えんのじゃが、うんうんうん、江川の話題が通じんのじゃよ、うんうんうん、プロレスって言っても誰も分かってくれないって、うんうん、プロレスってなんだよって言われる、うんうんうん、っていうとやっぱりこの水道橋博士さんとか、はいはい、勝俣さんとかが、うんうん、要は太田光総理が、うんうんうん、あの選挙特番で揉めたじゃないですか、うん、分かんないです揉めたんですか揉めたんですよ、はいはい、要は、うん、出てくる人に、うん、お前偉そうだなって言ったって言って終わるとか、うん、っていうのを、うんうんうん、それは、うん、太田光のボケだと、うん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 、お前偉そうだなっていうお前が偉そうなんだよ、うんうんうん、っていうツッコミがあると成立するのに、うんうんうん、で分かって見てる人はそれを分かって見てる、うんうん、あだから世代が変わると分からなくなって分からなくなるっていう話をしてるけど、うんうんうん、それはでも難しいよねってそこはだからあれですよ難しいですよ難しいですよね、うんはい、そのボケを知ってる人太田光を知ってる人しか通じないそうなんですよで世代が変わると太田光のボケを知らない人が出ていっぱい出てくると、はいなんであいつってなるって話ですよねっていうのと僕太田光知ってますけど、うんうん、それを見るとやっぱり、うん、いや政治家に対してそれはあなた失礼でしょあ、まあボケ、うん、で例えばそこにツッコミがあったとしても、うん、いや選挙特番で、ね、それいらないでしょ、まあ、選挙特番ですからねで言うと、うん、でも、うん、勝俣さんと水道橋博士さんが言ってるのは、うん、だったら裏番組で池上さんとかやってるんだからそっち見ろよ、うんうんって言うんですね、うんうんうん、これ何が正しいんだろうって思うんですよ、うんうんうん、ごめんなさいこれちょっと関係ない話になっちゃいましたねごめんなさい申し訳ございません、うん、おはようございます皆さん夜田さん ENFP、うん、ワンピースのルフィみたいな人っていうイメージです、うんうん、あそうですね、まあ、冒険大胆不敵なチャレンジャー、うんうんうん、仲間冒険、うん、これでしたっけ、うんはい、この辺はまだわかる、うんはい、というところで、はい、このENTP と ENFP をこちら、うん MBTI タイプ入門、はい、インザグリップの紹介で言いますと、うん、特徴この人たちは、うん、人物事課題や状況の動きなどに対して、うん、自然と楽に直感機能を用いて、うん、新しいアイデアや外界の可能性に対して、うん、強い使命感や熱意を持って追求していこうとしますと、うんなのでこんな特徴が見られますよと今現実はこうであるということよりも、うん、もしかしたらこうなるかもしれない、うん、っていうことに目を向けますと、うん、で外の世界に対しておおらかな態度で信頼しながら接していきますと、うん、で、他の人なら避けるような危険もじゃんじゃん引き受けますと、うんすでに探求され実証されたことよりも今までにない挑戦に関心を持ちますと、うんで自分や他者の持つ時間やエネルギーの限界を気にかけませんと、うん突然説明がつかないが物事の成り行きや将来の姿を予見しますと、うん、外界から取り入れてきた情報を使って自分の直感を刺激しそれを高めていきますと、うん、事実そのものや物事を詳細に取り扱ったり同じことの繰り返しを退屈だと思います、うんうん、なるほど、うん、やっぱりルフィは同じ場所にはずっといないって話ですよね、うん、もう海賊王なんですよで誰もなったことがない、うんうんうん、あロジャーはなったロジャーは、うん、ロジャーがなったけど、うんうんうん、今みんなが目指しているものに、うんうん俺はなるとなると、うん、なんとなくもうなるんだとそうですよね、うん、証明してみるよって言われても、うんうん、だってなるんだもんなるんだもん俺はなるんだもんですもんねそうですね、うん、はいっていう人たちがストレスを受けるのかっていう話なんですけど、うんうんうん、この方々の仕事面でのやりがいとストレス、うん外交直感機能を主機能に持つこのタイプの人々は問題解決を創造的な方法で進めることができて新しいプロジェクトに熱意を持って取り組んでいける環境にやりがいを感じますと堅苦しい枠組みや規則決められた方法などに縛られず
自分なりにイメージした可能性を追求できるときに一層大きなやりがいを感じて、自分の独自性、独自のものの見方、うん、そして一人一人の個性が認められ評価されることを求めますと、自主的に目標に取り組んでいくことを好み、一緒に仕事をする人たちにも課題にもあらゆるところで多様性が感じられる職場を好みますと、うん、このタイプを志向する人々は頻繁に変化が起こりやすい職場で自分の力を最大限に引き出してベストを発揮する傾向がありますと。未知の領域や予期せぬことを歓迎するため、他のタイプを志向する人たちがかなりのストレスを感じるような状況にやりがいを見出すことが多いのですと。解決が難しいと思われる問題に挑戦できたり、新しい領域を探求していろんな可能性を自由に試せたりすることに刺激や意欲を感じ、常に上の階段を目指す傾向がありますと、うん、自分の成果が認められることにも、また何らかの形で報われることを期待しますと、うん、そしてその臨機応変さ、幅広い興味の探求、うん、自主的に目標を追求していこうとする、自分の独自性が奨励される状況で、うん、自分が全て任されている、うん、って分かると 100% の力を発揮しますと、うん、また柔軟性、多様性、変化、うんうん、美学、うん、哲学、自己表現が支援されている環境が、うん、このタイプを志向する人たちの生産性を伸ばして、うん、またその次の意欲へ駆り立てていきますと、うんうんうん、なるほど、うん、ちょっとストレスは読めてきましたね、はいはい、そうじゃない環境ですね、うんうん、おそらく、うん、ちょっと見ていきます、はいはい、でこの人たちは、ああなるほどね、また社会的なスキルに自信を持っている、うん、でそれを用いて周囲を巻き込んだり、うん、目標に向かってベストを尽くすよう努力することを奨励しますと、うんうんうん、ついてこい、うん、海賊王になるぞ、なるぞ、生きて行くぞって行きたくないよって人もいるんでしょうね、うん、お前なれよですもんね、勝手に行けよっていう人もいるいるし、まあいる、うん、僕そこにいると、うん、僕も海賊王になりたいもん、うん、っていう人もいますもんね、うん、はい、うん、弱いくせに、うん、僕は弱いんですけど、うん、まあなんか気にしないところはあるじゃないですか、あそういう人、そういう人もなったらいい、でも俺がなるって話じゃないですか、はいはいはい、そうだねえっていう、まあ、この辺が出てくるのかな、うん、で一方予測できたり安定したペースで課題遂行していくようなきちんと整理された職場では、うん、やる気を感じず能力を発揮できないこともありますと、うん、このタイプを志向する人たちにとってストレスが大きい環境は、挑戦したい仕事がない、うん、上司が新しい考えに対して批判的、うん、自主的な動きが制限される、うん、っていうのは大きなストレスを感じると、うんうんうん、なんか跳ね返しそうですけどね、どういうことですか、そういうのも、あそういうのも跳ね返、はい、だからもう跳ね返せない状況じゃないですか、まあ会社にはあの上下がありますからね、はい、ただ、この人たちはですね、ENTP は思考機能を補助機能に持ち、うん、ENFP は感情機能を、補助機能に持つので、うん、ENTP は仕事に関するストレスを ENFP よりも多い、仕事に関するストレスが多くて、うん、ということが書いてありますね、うん、はい、ENFP は仕事を一緒に仕事をしている人たちに満足を見出しやすいですが、うん、ENTP は同僚や上司の力のレベルが低いことにストレスを感じる、うん、ということが、じゃあルフィは F ですね、ルフィは F ですね、うん、ENFP ですね、FP、はい、みんなで一緒の方向に向かえば OK、 能力が高くなくてもでもみんなそこ能力高いですもんね、能力高いけど、はい、能力低くても、はい、俺が一緒に行きたいんだと思えば OK って話ですか、ああ、まあ、連れてってもらえる、はい、あ連れてってもらえるって言っちゃった恥ずかしい、で T の人は能力重視みたいな、お前にその能力あるのかって、ああ怖そうですね、はい、ストレス抱えるみたいな、はい、能力低いと、